トカチバス、トカチバス株式会社、トカチバスは、北海道帯広市に本社を置き、バス事業などを行う企業。帯広市を起点に、市内や近郊への路線バス、トカチ帯広空港への連絡バス、札幌市や旭川市への都市間、バス、貸切バスの運行などを行う。一時期は、乗客減少により、倒産寸前まで追い込まれていたが、時刻表を配布するなどして、 経営の改善に取り組み、2011年度は40年ぶりに増収に転じた。なお、このエピソードは、吉田正宏、黄色いバスの奇跡とカチバスの再生物語、ISBN 978から4から862803887として書籍化されており、カチバスとしてミュージカル化されている。すべて北海道に所在、2015年、 平成27年11月9日、サラビツ南ナミ2019番地より移転。本社、トカチバス本社、帯広駅前、帯広駅、バスターミナル。2016年4月1日現在、1989年、平成元年8月11日より繁忙期の臨時規制バスとして、各社1往復ずつを担当する5往復で運行を開始。九百九十年、 平成2年3月9日より、ポテトライナーとして、通年運行が開始された。1995年、平成7年12月1日に大谷地ターミナル。1997年、平成9年9月1日に清水と目室を、新設市一往復を十勝川温泉まで延長。2002年、平成14年12月1日には発車をライネット、による、 インターネット予約開始しおかげを新設。2005年、平成17年4月1日より、音吹け経由、音吹け大通11丁目、木野大通16丁目、木野農協前に往復を新設し、目室経由は4往復都市、臨時便を廃止。2009年、平成21年12月23日から、音吹け経由を1往復増改2011年、 平成23年10月30日の同等自動車道全通による改正で直行便を含む3往復を増回し軽重往復所要時間が約20分短縮となった2017年平成29年4月1日に都勝川温泉発着便を廃止2018年平成30年6月2日より土日宿限定の特急便 途中無停車をに往復新設した。直行便は往復とも札幌ターミナル発着で札幌行に札幌駅前校舎停留所を設定。帯広市内は十勝バス本社に停車しパークライドを設定する。帯広行は路線開設以来札幌ターミナル始発で札幌駅前ターミナル及び札幌駅前は札幌行の校舎のみ扱っていたが、 2016年、平成28年4月1日より、軽由便、直行便とも、札幌駅前ターミナルで、帯広業の乗車扱いを開始した。運行を開始するにあたり、北海道中央バスが共同運行事業者を募ったところ、他4社が名乗りを上げた。一路線5社での運行は極めて異例であり、北海道運輸局の指導で調整が図られたが、不調に終わり、 結局5社揃って認可された経緯がある。帯広と札幌の間は200キロ程度の距離であるが、帰省バス当時から夜行便が設定されていた。1991年、平成3年9月20日の国道274号、日照峠ルートへの変更に伴う改正で定期運行を廃止し、2000年、平成12年夏季まで繁忙期臨時便として運行されていた。 詳細は、路線記事を参照。1997年、平成9年7月1日開設。2009年、平成21年4月1日運行経路変更。2018年、平成30年11月1日現在。2015年、平成27年11月15日のダイヤ改正より分かりやすい行き先表示とするため。 表示の変更や系統番号の新設、細分化が行われた。1は、本社工業高校東13条、1から1は、本社工業高校帯広記念病院前、2は東13条、帯広記念病院工業高校本社。三南小線は、本社帯広駅前、3から1白陽光、総合振興局線は、本社帯広駅前、 白洋高校帯広駅前21は本社帯広駅前幕別温泉21の幕別温泉発便は一部区間がデマンド運行となる3から1は2015年平成27年11月15日より系統番号をここから変更帯広駅前白洋高校帯広駅前間は上下便とも同一方向運行9 JR 北海道バス路線。一部区間は、デマンド運行。17帯広、陸別線はふるさと銀河線バス代行路線。元、道東バス路線の15アショロ線。帯広アショロ駅前と80下アイカップ団地線。アショロ営業所アショロ駅前アショロ土木原業所を、統合市陸別まで延長。28は、西帯広先周りの環状線北回り、環北。 29は、養護学校先回りの環状線南回り、環南。27学園通線は、本社農業高校まで29養護、学校先回りと同経路、一部経由せずで、伊東ヨカ道前が終点。旧路線名は31目室南線。2009年4月に、国道経由の30目室線を統合し、目室市街地の経路を変更。国道経由は、 スクール便を途中乗降可能とすることで大体。2018年、平成30年4月1日、土曜休日運休のため実際は4月2日、運行開始。従来から運行されている、清水高校スクール線、帯広、目室清水高校の改装を利用。清水町民を対象としているため、目室町内、帯広市内は、帯広業は校舎のみ。 清水港は乗車のみとなる。清水町内館の利用は、清水町コミュニティバスに倣い100円となる。2016年、平成28年の平成28年台風第10号による JR 根室本線長期運転見合わせ時には、清水帯広線と同区間で、清水町民災害支援無料バスを運行した経緯がある。41おとふけ線は、 本社帯広駅前おとふけ桜が丘41の1新緑通線は本社帯広駅前。一部区間はデマンド運行。45から1は通学時間帯に設定される都勝川温泉発本社業で帯広駅前本社は41と同経路。49上志保路線は本社上志保路郵便局。51ぬかビラ線は本社ぬかビラ原線橋。 四方路線バス代行路線で、帯広上四方路間では、北海道宅食バス上四方路線、音城線と共通定期券を取り扱う。広尾線バス代行路線、61対象小学校線は、学校登校日の本社初のみ運行。大空団地線は、70は、本社。大空団地本社、70から1は、大空団地帯広駅前止まり、71は、 長崎山井を経由しない。元 JR 北海道バス路線73自衛隊稲田線はグリーンパーク経由79畜大線は明星高前経由。上級一般路線バスのほか直通系統がない経路を中心に学校登校日の通学時間帯に合わせたスクールバスが運行される。一般客も利用できるが一部路線を除き 学校もより以外の停留所間で乗りはできない。路線詳細は公式サイト、スクールバスのご案内を参照。かつては、浦幌町、豊幌町、目室町、阿蘇町などの町内路線や帯広とを結ぶ、長距離路線が運行されていたが、過疎化等の影響で大半で、廃止や路線短縮などが行われている。貸切バス事業は通常は、帯広運輸支局管内、 北見運輸支局管内、釧路運輸支局管内、札幌運輸支局管内及び、遊仏軍での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料自社に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟する。 日の自動車制が大半。路線バス車両は2017年、平成29年3月31日現在で108台、保有する。1990年代には、他社同様首都圏のバス事業者より、中古車を多く導入した。中でも、京浜急行バスより、日の、ブルーリボン、京急型ワンステップバスの初代車両も購入している。近年では、 地方路線の廃止で余剰となったワンステップ車や鉄道代替路線専用車の更新による余剰車を市内線に転用しており、モノコックボギーの経年者が姿を消している。2010年度には、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス、名古屋市交通局よりまとまった数の中古車両が導入された。車両の使用サイクルは長く、近年まで、 モノコックボディの車両が大半を占めていた。2010年3月には延べ30年近く使用された1981年式、イスズケ CCM370 型が現役を退き、10月には1983年式の日のブルーリボン、KRT225A 型がさよなら運転の後、あと27年間の活躍の幕を閉じた。 2010年10月時点での最古産車両は1987年の国鉄広をしほろ線廃止時の初代転換車として導入された日のブルーリボンピーフ 276BA 型である一部では廃車も進行。路線車の塗装は日のブルーリボンのサンプルカラーを黄色ベースにアレンジしたものが使われ2010年秋全廃その後は黄色ベースに 赤やオレンジの帯が入ったものに改められた。さらに2004年度頃、ノンステップ車導入を機に、黄色ベースは変わらずに、トカチャバスのロゴが入ったシンプルなカラーに改められたものが現在の塗装となる。全面広告車両も存在。鉄道代替系統には独自のカラーを採用している。ワンマン運転用機器は主にクラリオン、レシップ製が用いられる。また、 1994年式以降の路線車両を対象に方向膜の LED 化レシップ制を行った。貸切バス車両は17台保有。塗装はハイデッカー車はバスセンターカラー、スーパーハイデッカー車や小型車は黄色ベースが大半を占める。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。